おもちゃの国アリスへようこそ。店主のレイと申します。はい、シャープ3205です。はい、今回紹介するのはですね、前回の最後のもね言ったと思いますけど、今回以前紹介したことがあるやつ、まあ作品というかね、シリーズというかね、そちらをね、新しいやつが出たということで、そちらをちょっとやっていきたいと思います。それがこちら、じゃんと、はい、こちらですね、プラマックスの GP06 メイドロイドクオンですね。こちらをやっていきたいと思います。以前ですね、ランとかね、やりましたけど、あの時はボディーパーツがこっちのね、メイド服っていうかね、これバージョンではなく、下着素体っていうね、感じで立体化されましたけど、久しぶりにね、こちらのボディで立体化と。ただ構造はね、以前のやつ同じようなね、気がしておりますんでね。まあ、その部分は説明書とかね、見て判断していきたいと思います。パッケージはこんな感じ。で、前のやつはね、武器というか、それは掃除機だったりとかね、そういうものでしたけど、一応区内とかね、こんな十字手裏剣とかね、なんかこんな感じのものになっておりますよと。で、横を見るとこういう感じになっておりまして、マスク付きのヘッドっていうかね、フェイスパーツだったりとか、刀みたいなやつがありますよと。で、さらに裏を見るとこうなっておりまして、で、武器に関しましてはね、こんな感じのものがある以外に、ここですね、ブルームストライカーとってなってますんで、これもね、以前紹介したやつが付いてくるっていうね、そんな感じなのかなと思います。で、この辺はね、塗装済みだと思うけどね、なんかここのところはすぐみ臭い感じなんでね、まあ一応こんな感じで仕上がるっぽいですよと。で、さらに横がこうと。まあこちらがですね、以前紹介したやつと同じものが付いてくるんじゃないかなと。で、あとは上と下ですよと。はい。ではね、早速ね、こちらから開けていきましょう。では、レッツ。オープン。はい、外箱から出したのがこの形となります。説明書とか入ってますけどね。まあ、この状態でちょっとお話し進めていきましょう。とりあえず説明書とね、デカール入ってますけど、これはちょっと袋から出してチェックしていきたいと思います。まずとりあえずこちらがベースですね。一応こちら共通ですね。で、次に行きまして、ここのところに、一応金星系のパーツ。あと胸パーツがね、こんな感じのパーツがございました。この金パーツは新規っぽいような気もするんですけどね。まあ、一応こんな感じのパーツです。で、ここのところに支柱ですね。これがありまして。で、あと、ここのところに切り離し式の手首パーツと腰パーツ。で、表情パーツが一応2種類ですね。こちらが塗装済みのパーツ。こっちがノッペラですね。一応こんな感じで2つ入ってきておりますと。で、次にこちらですね。ここのパーツ。ランナータグに関しましてはね、ギルティープリンセスとなっておりますね。多分この辺はね、今までのやつと共通かな。モモパーツとかこの辺も同じでしょう。で、ここに髪の毛パーツがあって、これが多分新規ですよ。ただね、タグに関してはこれ全部ギルティープリンセスで終わってますんでね。タグだけでは判断できないですけど、これは新規のね、今回のクオン用の髪の毛パーツと。で、ここのところに関節系があったり、足パーツがありましたと。で、ここのところがサイドにつけるパーツかな。これ前髪パーツかね。この横のツインテみたいなやつがね、こういうのもありますよと。で、こちらスカートパーツがね、こちら髪の毛パーツにつけるやつ。ただこれはね、以前も紹介したことがあるやつになってますね。で、あとここのところに胸パーツだったりとか腰だろうかな。金のやつ。これ関節っぽいやつですね。で、ここのところに膝関節だと思いますけど、この辺があったりとかね。これサイドパーツにつく前の部分ですねと。で、こちらが前腕とかになってます。胸パーツもありますけど、多分こっちでね、あったやつですね。こっちというか、まあもう一個のやつですね。多分それを使うんで、この辺はね、余剰品だと思います。で、こちらがですね、ほうきみたいなやつ。多分これは以前のやつと同じ。で、ここのところにね、剣の持ちですね。これは今回の新規となっておりますよと。で、こちら先ほどね、ほうきのやつの続き。そんな感じかなと。で、あとここに肌色パーツがございますが、これもね、基本的な構造は一緒だと思います。ここのパーツも、うん、一緒ですね。なので基本的なベース、ボディーパーツのベースは以前紹介したやつ。ギルティープリンセス、メイドロイドミャオとかね。あちらから続くボディーパーツがそのまま流れてるっていう感じだと思います。で、ここが新規ですね。こちらのでっけえ十字手裏剣みたいなやつが区内2つと。で、あとここにもね、武器パーツがありますけど、今回こっちを使うんじゃないかなと。先ほどね、この辺にね、なんかありましたけど、そっちのね、リボンパーツっていうかね、腰の、こいつを使うんではなく、今回はこちらを使うんじゃないかなと。一応こんな感じのパーツがございまして、あとはクリアパーツの刃ですね。こういうのが入ってきておりましたと。一応パーツとしてはこんな感じなんでね、パーツを見る限りは、ほぼほぼ新規パーツはないような感じだと思っておりますよと。はい。ではですね、説明書をね、ちょっとチェックしていきたいと思いますので、こ
こちらね、封切ってね、中身だけ出してしまいたいと思います。はい、説明書出しました。で、とりあえず先にこちらね、デカールとかからね、見ていこうかなと。一応瞳デカールがこんな感じ、数字がありますよと。で、ここ整合表ですね。こちらのパーツ E の10の F の1、F の2で、こっち F の2、F の1なんで、まあここの順番がね、逆になってるみたいですね。まあ実際はめ込んでみてね、はまらなければ逆だっていうふうに、ね、判断できますんでね。まあ一応こんな感じのね、整合表がありましたと。で、あと説明書に関しましてはこんな感じでね、プラマックスのメイドロイドクオンとなっております。で、こちらペラリとね、まず行きまして1枚目、まあ武器装備状態がこんな感じなのかな。で、まあ腰前とか外したね、こちらの状態ですることができるとか、あとはね、パーツリストというかこんな感じのものがありましたと。で、次のページ行きまして、こちらパーツリストですね。で、まあパーツリストを見る限り、ここが塗装済みとかね、ここバツ印、バツ印ということで、結構なバツ印がありますね。まあそこの部分は今回使わないという感じになっておりますよと。はい。で、次のページ、切り離し方法、デカールの針紙がね、まあこんな感じのものが乗ってきておりましたと。で、次行きまして、まずは頭部から作ると。後頭部パーツにベース組み付けて表情パーツを入れましょう。横つけて、前髪作って、耳入れてみたいな感じで作っていきます。で、さらに後ろですね。こちら髪の毛パーツを作ってて組み合わせると頭部ができると。で、胸部パーツ。まあ、ここはね、多分新規。それ以外は以前のものとね、同じ感じだと思います。まあ、肌の色が違うぐらいかなとは思っておりますが、まあ、こんな感じでね、いつも通りダダダダッと作っていけばできると。で、腕に関しましても、以前のね、ミャオと同じ感じかな。なので、こんな感じでね、前腕のところが肌色になってるんでね、こんな感じのやつがあったりとか、足もね、同様に作っていきましょう。で、まあ、これができましたら、スカートパーツとしてね、このパーツを作り、ここはね、整合表と違うんでね、まあこれを順番気をつけてね、作ってあげて腰を作ると。で、ここのパーツがやはりちょっと違うと。まあこれが鞘になってるんですね。なのでそこの部分がちょっと特殊っていうね、そんな感じになってるっぽいですね。で、尻尾作って組み合わせれば完成。で、ほうき、ブルームストライカーですね、こちらがありますよとかね、組み合わせた武器に、ね、なるとか、忍者ブレードとかね、くの一ブレードっていうのを作りましょうとか。で、まあ刃の部分は多分外す必要性はあるのかなとは思うんですが、そうですね、こちらね、それぞれ収納しておくことができるとか、台座関係、武器の保守がね、これのパーツを背中につけることができるとかなっておりましたと。はい。で、まあこのシリーズね、基本共通なんですけど、カラーガイドがないんですよね。なので塗る場合はね、イラストとかを参考に塗る必要性はあるっていう感じになっております。はい。一応中身としてはこんな感じになっておりますので、実際ちょっとね、パーツをね、準備をしていって判断したいと思いますが、同じ部分はね、ちょっと省略していきまして、新規パーツの組み立てだけやっていきたいと思います。なので今回組み立て、次回はギミックという風にやっていきたいと思いますんでね、早速パーツの方をね、ざーっと用意してしまいたいと思います。はい、パーツ一式準備できました。ボディーパーツ、足ですね。あとはサイドにつけるパーツとか、こちらのほうきみたいなやつですね。これに関しましては以前紹介したね、メイドロイドミャオとかね、あちらと基本的に同じだったので作っておきましたと。ただですね、左足だけつけてないのは一部ね、パーツの形状が違うのでつけておりませんよと。それ以外のパーツは基本的に全部新規造形と。一応こちらね、以前のやつと共通ですかね、まあ、一応こちらをね、用意したということで早速作っていきたいと思います。ベースとなるのはこちらの肌色ですね。こちらを使います。で、こちらのパーツの後ろですね、ここのところに後頭部となるね、こちらのパーツを入れますよと。これ自体は形状を合わせてざくりと。で、これが入りましたらフェイスパーツを入れる。とりあえずね、こちらのね、真顔にしておこうかな。はい、一応こんな感じ。これが入りましたら今度横ですね、そちらに対してこちらのパーツをつけていきますよと。上からつけるっていうよりもね、横のところに形状を合わせてね、ペタッとね、沿わせるような感じでつけていきましょうよと。で、このパーツ、ここですね、ここにね、入るんですけど、非常にわかりづらい。まあ一応頑張ってね、こんな感じで入れてあげると。で、もう一つもですね、同じような感じ入れてあげましょう。で、このパーツ、ザクッとね、セッティングができましたら、こちらの中心のね、上ですね、ここのところに対して、こちらのモフモフですね、これをここに入れてあげると。これが入りましたら、前髪パーツを入れましょう。で、前髪パーツかなり尖ってますんでね、指に刺されないようにね、十分気をつけながら入れましょうと。これが入ったら、このね、モフモフのところに対して、こちらのパーツをね、上から下に向かってぶっ刺してあげると。これが耳ですね。もう一つも同じような感じに入れましょう。こちらの耳に関しましてはね、左右で独立して、ね、動かすことができないというね、構造になっておりましたと。これが入ったら、上のここのところに、こちらのカチューシャですね。
これを形状を合わせて入れてあげると、こんな感じですね。で今これ入れた時にちょっと思ったのが、髪の毛パーツ一部足りないですね。ここのパーツ前髪としてね一旦作らなきゃダメなんですね。それがですね内側のところですね、ここを埋めるような感じでこちらのパーツをね入れておかなきゃダメですね。ここにズボッと入れてあげましょう。でこれが入ったらねこのパーツをここに入れておいて、であとねトーパーツと組み合わせてあげれば OK かなと。はい、一応ねこのところに差し込んであげると。そうすることによってねとりあえずこちらのトーパーツがまずできましたと。でこれがですねできましたらちょっと避けておきまして、後ろ髪のね部分のパーツを作ると。とりあえずこいつかな、それとこちらかな、この辺のパーツをね組み合わせていきますよと。でこれがねザクッとね入りましたら一旦避けておきまして、このパーツですね、これを用意してここの部分に対してこのフックパーツというかねこちらのパーツをここにパチンと入れてあげると。でこれが入りましたらねこのパーツとこちらのパーツをね組み合わせてあげましょう。刺さる位置は決まっておりますんでね形状を確認しながらザクッと入れると。これができたらですねこのパーツを最初の方に組んでおいたこちらの中に入れますよと。でこれが入りましたらさらに固定するようなイメージでこちらのパーツをね形状を合わせてこれズボッと差し込んであげると。でここですねこんな感じでね差し込んでいくのはいいんですけど尖ってるんでねかなりやりづらいと思いますけどね、まあなんとか頑張って入れてあげましょうと。これが入りましたら中心のここに対してリボンパーツ、これをですねここに入れますよ。向きとしてはこういう感じですね、今組んだパーツ側の方に沿うようなねイメージでつけてあげると。そして組んでおいた頭部パーツをね横の2箇所ですね、ここの穴のところに対してこちらのね金星形のパーツをここに入れると。これもねグリッと回してね形状を合わせて入れてあげましょう。2箇所入れますよと。でこれがですねセッティング完了しましたら組んでおいた髪の毛パーツ、それをですね中心部分のところに入れると。これ自体はここにズボッと入れるだけですよと。はい、ちょっと軸が太い感じがするんでねここの部分下手するとバリッといっちゃう可能性があるんでね、あまりにもきつい場合はね無理やりやるんではなく軸を削るとかね穴をちょっと拡張するような感じにしておいた方がいいと思います。はい、一応これでねトーパーツできましたと。でこれがですね準備できましたらあとはボディーパーツを作っていくと。でベース部分は作ってありますけどこれはね先ほども言った通りメイドロイドねミャオとかと同じような感じで作ると。で新規パーツが一応胸パーツですね、胸部パーツがありますんでこちらのね新規造形のパーツに対してこの白いやつをズボッと形状を合わせて入れてねこちらの胸部パネルを作ると。でまあこれがね準備できましたらこちらのボディーパーツですね、こいつに対してつけていきましょう。つける位置は当然ながらこうですね、ここに入れてあげると。でとりあえず首元のねこの金色のねリングパーツ、ここはですね後々の稼働の時にね外れる危険性があるみたいなんで接着推奨となっております。で出来上がりました中心ですね、こちらの穴のところにこちらの赤いリボンまたはこちらね金色のパーツどっちか選択してつけましょうと。説明書の方ではねこちらね赤リボンの方で進んでおりますんでこっちにしておこうかなと思います。はい、一応つけるとこんな感じで腕とかもね作ってあげればこれで上半身が完成すると。で足に関しましてもね足のベースは基本的に一緒なんですけどここに入れるねリングパーツ右とね同じようなパーツを入れるんではなく今回ね区内がありますんでね区内が造形されてるやつこれをね中間のね中にこういう風に入れてあげまして、でこれをここに入れると。でこれですね入れるときにかなりやりづらいと思います。まあこの部分はね頑張ってガスッと奥まで入れてあげましょう。はい、この時にズルッと滑ってねこちらの区内をね折ってしまわないようにね十分気をつけながらここにねギュギュッと入れてあげましょう。はい、これでももパーツがねできましたのであとはですねここに組み付けてあげればこれで脚部パーツができて、そしてあとは頭部パーツをね上のここの部分にねポチッと入れてあげればとりあえずこれでですねクオン本体は大地に立つという感じになっておりますよと。ベースは従来と同じで作っておきまして背中のポジションにぶっ刺してあげるという感じです。はい、一応こんな感じでねとりあえず本体の方がねここまでできましたと。あとはここにね置いてあります付属品というかね武装関係のパーツとかを作っていくよと。サイドに配置するねスカートパーツこの2つですね、これに関しましては従来と同じなんで作っておきましたけど
白いパーツに黒いねこちらのパーツを入れて金色のパーツで挟むと。その時にこちらね前面パーツを中に入れておきましょう。可動ジョイントも入れてあげてこんな感じでね2つ作ると。これとこれをねつなぐための中心部分のねリボンパーツを作りますけど、これがですね今回の新規になると。それがこちらですね。ここの両サイドのところねここに置いてありますね。刀の持ち手がね入りますんでね、それをね取り付けるポジションをここに設けていかなきゃいけないと。その時につけるのがこちらのパーツですね。これを中に入れると。軸の本数っていうのはねそれで把握できると思いますが、一応こんな感じでね中に入れてあげればいいのかなと思います。はい、一応こういう風に、ね、入りましたと。で今度これをね閉じるような感じでこちらのパーツをね入れてあげれば、これでリボンパーツ片方できたと。反対もね同じような感じで内部のところにこちらをねアタッチメントパーツを形状を確認しながらぶっ刺してあげまして、あとはこいつをね使って閉じ込んであげると。はい、こんな感じ。これでねできましたので、この中心のねここの部分に対してこのパーツを入れて尻尾を取り付けるベースパーツをつけると。であとはここにジョイントパーツを設けてスカートパーツを組み合わせてあげると。で事前にね入れておきましたアタッチメントですね、ここの部分に対して尻尾を入れると。尻尾は3個ね組み付ける必要性がある。一番短いやつ、これがここのねアタッチメントがなりますよと。でこのね細い部分に対してこちらのパーツではなく次に長いやつっていうかね一番長いやつを入れてあげまして、最後にこいつを入れるっていうねこのような感じで組んであげると。こうすることによって、ね、尻尾パーツができましたよと。であとねこちらのね尻尾パーツついたやつを腰のところにバチッと入れてあげれば、とりあえずね武装時というかねそちらのパーツが完成するという感じになっておりましたと。はい、一応本体周りはこんな感じと。であとは武器関係とかねそちらの方の組み立てになりますが、ブルームストライカーというねこちらの砲機、これに関しましてはメイドロイドミアですね、あちらに付属してきたやつと同じなんで作っておきましたと。ただここからちょっとね構造が変わりましてね、こちらの先端ここの部分に対してこちらのパーツをねブスッと刺します。これが入りましたら下のね軸のところに対してこちらの、ね、手裏剣みたいなやつをここにバシッと差し込みます。であとはここにですね穴がありますんで、ここの部分に対してこちらね持ち手パーツをブスッと差し込んであげると。はい、一応これがですねこちらのメイドロイドクオンのね武器というか、これが草刈丸っていうねまあ草刈りですね、こういうねやつですね、そういうものになりましたと。はい、一応こんな感じのものができたと。残りの刀ですね、忍者ブレードとくの一ブレードっていうのを作っていきましょうかと。で持ち手がですねこんな感じで、短いやつが4つ、長いやつが2つかな。こちらの長い方ですね、ここのところにこちらのねリングパーツをズボッと入れます。こちらもね同様にズボッと入れてあげましょう。でこれが入りましたら刃を取り付けると。こちらねクリアパーツの刃、この長いやつをつけると。これをつけることによってこれが忍者ブレードかな、もう一個も同じような感じでつけてあげると。まあまさに刀ですね、ビーム刀みたいな感じですね。一応こちらを作ると。で同じような構造でこいつ、これじゃあね基本的に全部ね同じっぽいんでね、どれを選んでもいいと思いますが、この短いやつ2つですね、これに対して短い刃ですね、これをズボッと入れる。もう一個もね同じ感じ入れてあげましょう。はい、こちらの短いやつが今度くの一ブレードってやつになります。で残りの2つですね、ここに対してこれをつけることによってね、これが今度は鎌ですね、こちらを作りましょうと。これが鎌ブレードっていうやつになりますよと。はい、あとはランナーから切り離すだけのこちらの区内があって、あとでっかいこちらね手裏剣みたいなやつ、こちらこれはこれとねこれを重ねるだけと。その時にここにね2箇所溝があって、この持ち手のね突起がありますんで、これとこれがね重なるようにつけてあげると。これがですね組み方間違えるとねうまくはまりませんので、位置合わせはねしっかりと確認してあげてバシッと差し込んであげましょうと。で入ったらギュギュッとね奥まで入れてあげるっていうね、こうすることによって1枚もののねこちらのかまいたちゼロ式っていうね武器が出来上がる。であとはね本体の方全部組み上げてあげて、あとこいつをね背中にパチンとつけて、こうつけてあげるとこれを背中につけることができるとかね、そういうギミックにはなっておりますよと。はい、ただ今見たところこれをですね背中につけてしまうと
台座をつけるポジションがないんですね。今のこのスカートパーツね、これない状態だと、とりあえず後ろにね穴がもう一箇所ありますんで、ここの部分にね台座をつけてあげれば、こいつを背中につけてもね台座の方にね取り付けることが可能にはなってますけど、これがついた状態だとねつけることができなくなってしまいますんでね、そこのところが今ちょっと気になるポイントにはなっておりますが、一応ね組み立てはこんな感じになっておりますと。いかがだったでしょうかね。こちらのギルティープリンセスメイドロイドシリーズ、今までね下着素体もね合わせると今回のでね6体目にはなるんですけど、肌の色とかね、あとはついてる武器っていうか、この辺がね今までと違うんでね、結構印象が違う感じになってていいんじゃないかなと思いますね。今のところ動かしてないですけど、頭部のデザインとかね肌の色とかね、その辺全部含めても一番好きかな、そんな感じにね今なっておりますけど、果たしてねこいつがね動いた時にどういう形になるかっていうのがねちょっと楽しみではありますけどね。組み立て自体は今までねシリーズ作ってきた方にとってはね、まあ問題なく作ることができるんじゃないかなと。ただどうしても硬い部分があったりとか、あとはまあ従来とね同じなんですけど、肩パーツですね、ここの部分中間パーツに対して前後のパーツでね挟み込んで、ね、作っておりますけど、関節のカードによってね引っかかってパカッと取れる可能性があるんでね、そういう部分の接着だったりとか、あとはここのリングはね今回やたらめったら硬かったんですけどね、こういうはまりにくい部分の調整とかね、あとはね合わせ目出そうな部分とかね、関節が硬い緩いそういう部分の調整とかね、そういうのをねしっかりとすると良くなると思いますけどね。組み立て自体はね全然問題なく作ることができると思いますんでね、気になってる方はね入手して楽しんでいただければと思います。はい、ということで今回ですねプラマックスギルティープリンセスメイドロイドクオン、こちらをね組み立て全般やっていきました。はい、ということで次回ですね、次回はねこちらの稼働範囲、それから武器の補助がね今現在はこういう風にね展開状態になってますけどね、こちらのパーツをね収納することができますんで、その辺のねギミック関係やっていきたいと思います。はい、それではまた次回お会いしましょう。バーイ。